神の門は今開かれました。神門通りへと颯爽と飛び出していきました。先頭が山梨と早稲田、その後ろもう 7,8 秒空きましたかね。そうですね。ここで金沢スパート来ましたね。明らかに矢沢選手のですねピッチとそして走りが大きくなりましたので、もう完全にスパート体制入ってますね。タスキを待ち受けるのはスーパールーキー大迫傑1年生です。14年ぶりの優勝に向けてまず最初に今タスキを渡していきました。2区 5.8 キロに移っています。2位グループに早くも大きな差をつけて早稲田大学トップ1年生の大迫が走ります。もうこれは16秒差ですね。来ましたね。16秒差ですね。これ日体大はこの後強い4年生の出口、1年生の大迫、どんな走りをしようと俺が必ず立て直してみせる、強く語った八木。1年生から3年生へ V ロード復活、 W の復活へ、エンジのユニフォームが躍動しています。早稲田大学第2中継所トップで通過。早稲田の八木が後続日体大の出口との差をさらに広げてきました。手元の時計で13秒差。八木から佐々木2年生と襷が今渡りました。佐々木選手のこの早稲田のですね中間点を私見ると、はい、区間記録ペースなんですよ。あ、そうですか。ですからこの4区で区間新記録出るかもしれませんね。14年ぶりの優勝へ向けて2年生の佐々木、そして待つのは1年生の柴田。さあ区間新記録なるかというところ、今タスキが渡りました。佐々木の走りが17分54秒という、区間新はなんと39秒も更新という素晴らしいタイムがデータとして上がってきました。待っているのは2年連続アンカー平賀翔太、今時計を見て笑顔でタスキリレートップを合わせた大学。さあ早稲田大学三大駅伝14年ぶりのタイトル獲得です。出雲ドームの最後の直線へと入ってまいりました。アンカーの平賀、1区矢沢の意地が、そして2区1年生大迫のフレッシュが、3区八木のプライドが、4区佐々木の区間新が、そして5区四方のつないだ思いが今フィニッシュテープ。 W は勝利のウィン、早稲田大学見事にこの駅伝14年ぶりの優勝を飾りました。